笹野仁志郎から1928年12月6日は、日本の資産家、実業家、富士総鉄道社長、強制銀行討取り、続籍は、静岡県平民。静岡県志田郡藤枝町出身。藤枝宿下天馬の郷ーヤ奈良や屋を営む八百時の長男、幼名は十三吉。恵まれた環境であったが5歳の時にジップを、 12歳の時に祖父を、14歳の時にママ父を亡くし笹野家は苦境に立たされる。1868年、家督を相続祖父の仁志郎の名を襲名し、奈良屋の看板を捨て、料理屋を起こす。1869年、林家からの火事で全焼し、それを機に、駿河番氏を扱う神谷に転身、同業者が増えると次に運送業を始める。 1891年、東京へ出る。缶詰製造、精米業を営む。1894年、日清戦争の際に、笹野の食糧事業が注目され、海軍省に収めることになる。1904年には陸軍にも納入され、兵食の3分の1を賄うまでになる。海陸御用省として、佐世保、陳海湾等にしても及び製造所を設け。 諸子の缶詰を製造し、また、東京の深川に精米所を経営した。信用は四方に溢れて、陸海軍の御用品として、あるいは、各地海外に、販路は、広む行きされ、取引は、陰心を極めた。また、銀行会社の重役であった。共生銀行峠、富士総鉄道社長、帝国鉄筋コンクリート、静岡県農工銀行、中園鉄道を各、 取締役、藤枝合同を運送、対象化学製品、東洋製茶各監査役等を務めた。劇場の建設にも関わった。笹野は、静岡市における富豪である。広島市段原町に、笹野が経営する、陸海軍御用、朝日缶詰製造所、精米所の工場がある。住所は、静岡市高野町。ありがとうございます。